ヘンリナウエンは、オランダ出身のカトリックの司祭であり、元ハーバード大学の教授。スピリチュアリティに関する著作を数多く残した、著作家、研究者としても著名である。日本語にも多くの翻訳がある。カトリックの司祭でありながら、イエール大学、ハーバード大学の実践神学の教授を務めた異色の存在であった。類稀まれな説教者であったと同時に、 現代のスピリチュアリティに関する概念において鋭い、洞察が高く評価された。しかし1985年アカデミックな領域としての大学教授を突然辞し、ジャンバニエの影響を受け、1986年にカナダ、トロントのラルシュ共同体に移り住み、そこで知的判理を持つ人々と共に生きる道を選んだ。1996年心臓発作で死去したが、 カトリック、プロテスタントを問わず、その著作は今日まで幅広く支持されている。とりわけその霊性に関する聖書解釈や思想は、聖書信仰に立つ福音派にも支持されている。日本でも近年幅広い領域で関心が強く、英文学者の大塚のゆり、ナウエンに支持した坂井陽介らの信仰や、霊性の観点からの紹介や、 社会福祉学者の木原勝信のキリスト教社会、福祉学の立場からの学術的研究などがあり、翻訳も多く進み、幅広く支持され、紹介され、ナウエンの思想の紹介や研究が進められている。以下の原作の多くが日本語訳が出ている。大塚のゆり、あなたは愛されています。ヘンリー・ナウエン教文館、坂井洋介、ヘンリー・ナウエン、傷つきながらも愛し抜いた生涯。 ドンボスコ社、木原勝信、ヘンリー・ナウエンの福祉思想、スピリチュアリティと創造的弱さをめぐって、キリスト教社会福祉学研究ナンバー36、ピアニッシモ、17から28、加玄比データ参照、片岡信光役、宝刀息子の帰京、父の家に立ち返る物語アメンドー、2003年。ありがとうございます。